9月14日に発表された金星大気中にホスフィンを検出したとする論文は世界に衝撃を与えましたすでに皆さんも各種メディアで目にされたと思いますが個人的にも惑星科学で今年一番インパクトのある論文だと感じましたしかしこの論文の結論に飛びつく前に私たちが思い出すべき教訓があります2009年に 火星大気中にメタンを発見したとの論文が出版された際にも同じような衝撃が世界を駆け巡りました実は今回の金星ホスフィンの論文と11年前の火星メタンの論文は多くの共通点がありますどちらの惑星も二酸化炭素を主体とする酸化的な大気を持つこと地上望遠鏡での発見であったことすぐに酸化されて失われるはずの還元的なガスが発見されたこと地球では どちらも生物活動に起因するガスであることそして太陽系外側のガス惑星ではすでに検出されているガスであることそれでは火星メタンの論文はその後どのような運命をたどったのでしょうか火星のメタンにまつわる歴史は古く最初の報告は1969年のマリナー7号までさかのぼります探査機搭載の近赤外分光系で3ミクロン付近にメタンとアンモニアの吸収が確認されたと報道され 大きなな騒ぎとなりましたどちらも地球では生物活動と深く関わるガスであり、火星に生命がいるかもしれないとの大きな期待を人々に抱かせたのです。しかし、結局この時の観測データは極域の CO2 合理に由来するものであることがすぐに判明しました。21世紀に入ってからは探査機によってメタンを検出したとする報告や、逆に検出できなかったとの報告も相次いでおり、状況は今も錯綜しています。検出できたとする論文にも、コンタミを除去できていないとの指摘や、 機器のノイズを見ているだけとの根強い反論があり、火星コミュニティを分断する話題となっています。こういった状況で火星メタン会議派の急戦法となってきた人物が、NASA ・エイムズ研究センター所属で AGU フェローでもある大気化学の著名な専門家、ケビン・ザンレ博士でした。2009年に NASA ・ゴダードを中心とするグループが地上望遠鏡で火星メタンの発見を報告した際には、その2年後にザンレ氏が地球大気メタンのコンタミであると痛烈に反証したことで、 大ききな論争が巻き起こりました2019年に開かれた国際火星会議でもキュリオシティによるメタン検出に疑問を投げかける発表を行っておりデータの解釈をめぐって世界で最も厳しい目を持った研究者であることは間違いないでしょう話を金星ホズフィンの論文に戻しますこの論文で注目すべき点は佐読をあのサンデ氏が務めたことです論文の著者としてはおそらく最も当たりたくなかった相手でしょうがネイチャーアストロノミー編集部は化星メタンの状況をよく承知していて あええててを読者ととしてぶつけたものと考えられます著者と作読者の間でどのようなやり取りがあったのかは分かりませんが少なくとも彼の作読を突破したことの意義は大きいと考えられますただ今回の論文は2つの電波天文台を使ってホスフィンに起因する1つの吸収を見ているだけですので今後別のチームによる追観測が必要なのは間違いありませんホスフィンは今回観測された電波の波長以外にもいくつかの吸収が近赤外や電波領域にあるため 今後そういった波長ででホスフィンの存在を確定させる観測が必要ですしかし地上望遠鏡ではどうしても地球大気のコンタミが入りやすいので最終的には宇宙望遠鏡や探査機による追観測が要求されますまた今回の論文では光化学モデルの詳細は記述されておらず別論文として報告するとのことなのでそちらが公開されたら内容を精査する必要があります論文を読んでいて個人的に気になった点については コメント欄にまとめておりますので興味のある方はご参考ください。いずれにしろ今回の論文が今後金星の大気化学や地表での反応などに関する理解を大きく前進させるきっかけとなるはずです。かつてカール・セーガンは次のような名言を残しました。途方もない主張には途方もない証拠が要求される1976年のバイキング着陸機による火星表面での生命反応検出実験1996年に 火星隕石 ALH84001 の中に見つかった微生物化石状の痕跡そして21世紀の火星メタンこれらは今でもデータの解釈をめぐって議論が続けられているテーマです金星ホスフィンの論文も今後そうなっていくでしょうこれらの問題を解明しようと努力していくことで私たちは生命の起源という究極的な問いに一歩近づいていくのですそれでは今回もご視聴いただきありがとうございました金星のハビタビリティについてはこのチャンネルでも 過去に何度か取り上げておりますので、興味のある方は地球型惑星のプレイリストをご覧ください。よかったらチャンネル登録やフォローしていただけると嬉しいです。それではまた。